やばいです。え、もういけるじゃん、最後じゃん、イエーイ。入ってる？入ってます。はい、万円競馬です。えーえーえー、じゃあこの山梨旅館行こう。はい、山梨旅館行きます。はい、あ、ダンスが、何？でかいですよね。でもマジで実物見ると本当にでかいですよ。え、その学校にはいる？学校にはバンバはいないんです。だけど、あの馬術部とかが使ってる馬が普通のサラブレッドはいます。あ、 そうなんだ。それはサラブレッドって言うんだ。そうですね。シンブラ牧場のミルクジャム。シンブラ牧場、行けなかった、行けなかった。そう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 、あとね、エゾジカの味噌煮とヒグマの味噌煮とヤマト煮ってなんだっけ、醤油煮みたいなんだっけ。あ、醤油だ。へえー、こっちはエゾジカの、どれがいいんだろう。すっごい種類あります。高い方、これ確かに高い方が美味しそうだ。高い方、1種類ずつ欲しいよね。いや、そうですよね。味噌と、おー、めっちゃ高いよ、1個1000円だよ。それは仕方ない、ヒグマだもんね。これを買う。こんなもんだよね。ポテトチップスだとここじゃないのに。そうですね。キャラメルはいいかな、いらないかな。あの、でかい方はバンバだと思います。あ、あ、そっちは違いました。いや、生きてます。あれ、バンバ？どうしよう。ここでただ首をかいただけって。お気に入りのボタンなんだけど、私はソーラーだから行かない。じゃあなんで白いボタンです。あれ、バンバね。これ多分バンバです。すごい、なんか申し訳なさそう。行きますか、じゃあ。俺に抱っこされるのが嫌じゃなければ。えー、すごい。なんか抱えてくれるらしいです。ありがとうね。せっかくだから行ってみるか。行って。あ、行けそうです。ごめんなさい。近くに来ると。牛とか結構そのイメージありますよね。そう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 、だからさ、もう怖いんだけど。
ね、音聞こえるよ。やばいです。だってすごい音。ガーネット菊池風磨ガーネットなんでイーグレットなの。女の子だったから。あ、待ってほしい。女の騎手ね。え、9、9頑張れ。9、え、9来てるねえ。9、え、え、走ってんの。止まるのさ。なんで。2個目の山を登るために力を貯めてるんだ、うん、すごい静かな戦いだ。ヤジが一斉だ。そうだね。あ、9、9来てんじゃない？キュー来てる？あ、キュー止まらないでよ。キュー止まらない。いけ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 。キュー頑張れ。キュー菊池風磨頑張って。あ、そういうみんなゾロゾロついてくるってそういうこと？あ、キュー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 、あ、キュー、あ、やばい。え、もういけるじゃん。最後じゃん。イエーイ。え、わかる。わ、イエーイ。9だ。5番いける。え、あー、ダメだ。ゴールどこ。ゴールがわからない。ゴールはあそこの黄色いバンエオブヒロケーバーってゲートになってる。いや、もう9じゃん、完全に。すごいじゃん。イエーイ。でも人気だったんだよ。単勝3くらいしかついてなかったから、多分300円くらい。イエーイ。菊池、菊池風磨、イエーイ。一番ね、やばいよ。一番。いいね。もうちょっと気性が荒いね、三番。三番。気性が荒いね。うわ、でかい。あ、チーコでかい。取れないな。あと5分前なのにさ、食えなくなる。うまい。
これあんまねえんじゃないかな。いや、うん、うん、これになってから、そりゃそうだ。はい、ということで何分割なってるかわからないですけど、とりあえず帯広編が終わります。今回は初めて北海道に来た日から3泊スーパーホテルの帯広駅前に宿泊して、まあ、エリナと一緒に2日間まあ、いろいろ回れたと思います。めちゃくちゃさ、帯広意外と都会だなって思ったし、帯広のお店結構いろんなところにスロープがあったり、それこそ人それぞれがなんか手伝いますよとか、本当に抱えますよ、サポートしますよって言ってくださる人が本当に多くて、個人的には困ることなく、まあ一緒にね、千葉旦那ちゃんとかあのヘルパーさんも一緒にいたからもあったけど、めちゃくちゃ快適な観光を過ごせたかなと思います。皆さんぜひ帯広に遊びに来てください。はい、ということで明日また朝6時起きして、今度は網走に向かいたいと思います。次回からは網走編です。お楽しみに。